時は指もとっても動きづらく、外と中の気温差はとてもダメージを及ぼします。子どもたちも少々疲れ気味だと思います。温かい目で見守ってあげましょう。指の体操はじめ。免疫を上げるためです。先生はいつも手が冷たいのです。今日は効果的に指を動かす方法をご紹介します。ゆっくりハノンの練習にスケールもやってみると、実にいろんな曲が弾けるようになります。波長調のスケールカデンツをお届けします。この時期はゆっくり簡単な曲をユニゾンやオクターブでゆっくりゆっくり、指くぐりも指番号もゆっくり練習すれば、実に多彩な曲が弾けるようになります。外は寒く、中はあったかい、気温差は本当に皆さん今とても体調管理にも厳しい季節ですが、子どもたちもきちんと
首元を暖かくして、外ではなるべくマスクを外してのびのびと遊んでください。今コロナウイルスがまた流行ってきておりますが、きちんと手を消毒して、きちんと手を洗う、うがいをする習慣を身につけると、そんなに簡単にはコロナウイルスには感染しないと先生は信じております。皆さんもくれぐれも注意をして、周りを見る気配り能力を身につけましょうね。他人を思いやるいたわりの言葉がけ、お疲れ様、ごちそうさま、ありがとうございます、何でも謙虚に感謝の気持ちを持って日々邁進することもピアノ教室の務めです。他人と比較することなく、楽しいね、できたね、今日もきちんと都庁長のスケールもゆっくりできるようになりました。それではまた、でも驚いた時に出る栗はびっくり、ひぐひぐひぐ、しゃっくりが出れば背中を叩く、もしくは水を一気飲みすると治ります。乳歯が抜けたら軒下に投げる、いろんな言い伝えや迷信があります。アマビエ、ソコビエ、へっちゃらガッツオ。それでは。